と私は思いますよ核共有したから核抑止が高まるとか、より安全が守られるのではなくて、本質的には今の状況と何も変わらない、だってアメリカに拒否権があるんだから、今だってアメリカは戦略核で何らかの形で核を、まあ、嫌な話ですけど、使用しなければいけなくなったら、事前協議があるかどうかも分かりませんよ。 現実の問題として、今、日本は拡大核抑止で、日米安保が機能している中で、こんな核共有なんて話したら、よく言われてますよ、報道では、日米が協議ができるようになるとか、2010年から、拡大核抑止の協議、毎年行われてますよね、外務省。このアジアの安全保障体制に関して、日米が緊密に状況しなければいけないから、2010年ってわれわれの政権の時ですよ。 拡大抑止の核協議、やってますよね、毎年。委員ご指摘のとおり、拡大抑止協議、事務レベルで、えー、定期的にやっております福山哲郎君。この核協議の議論は本当に私、筋が悪いと思います。もし日米間の信頼関係を助成したいんだったら、今の事務レベルの拡大核抑止の協議を、例えば、 レベルを上げると、時間にするとか、そういうことは十分ありえると思いますけど、核共有の議論は本当に悪い、NPT 体制を日本が壊すことになる、日本が核共有するとなれば、韓国も自分もすると言い出す、中国や北朝鮮が黙ってない、日本の安全保障環境はより不安定化する、ましてアメリカは、日本はアメリカのことを信用していないのかと言い出します。国民を安,安心させるどころか、 逆に日本の安全保障を不安定化させるようなこの核共有の議論には、私は一切組みしたいとは思いません。そして、日本の非核三原則を今の現代では守るべきだと思います。これ、本土に戦術核入れるとなったら、非核三原則を明確に破るということになります。国税を捨てるということになります。そんなことは、さっき総理言われましたけど、できないですよね。もう一度総理答えてください。今の政府では考えないとおっしゃったけど、 私の言ってる指摘は、えー、どう受け止められますか。岸田内閣総理大臣、はい、もうあの、再三申し上げていますように、NATO 型の核共有というものは、我が国の国税である非核三原則との関係においても、えー、原子力の平和利用を前提とする 原子力基本法をはじめとする我が国の法体系との関係においてもこうした議論は政府としては認めないということを申し上げておりますそして拡大抑止についても委員ご指摘のように日米の間で信頼関係をしっかり醸成しながら これをしっかり機能させるべく努力を続けていますま日米同盟の対処力あるいは抑止力にまついては今後とも、えー、と国家安全保障戦略の議論等を通じてしっかりと議論は深めていきたいと思いますまそういった方向で我が国としては国民の命とそして暮らしを守るべく えー、しっかりとした体制を作っていきたいと考えています福<上>山哲郎君まあ閣協への議論はしないとあまり意味がないということを総理がおっしゃったんだと思いますまあ元総理が安倍総理が言われている話だから岸田総理がここで否定はできないと思いますが基本的には否定をいただいたんだと思います自民党内の議論も慎重にしていただきたいと思いますえー、ここにはいらっしゃらないし反論権がないので本当は言いたくありませんが 日本維新の会の松井代表が、比較三原則は戦後80年弱の価値観だと、昭和の価値観のまま令和もいくのかという発言をされました。私は非常に問題のある発言だと思います。新しければ何でもいいわけではありません。比較三原則も、今の日本の安全保障体制も、先人の知恵の中で培われたものです。こういうなんか時間が新しければ何でもいいみたいな議論をされるのは、 ある,表ある専門家の方がおっしゃってました、誤解とイメージに基づくものだと、まあ、まさにこういう安全保障の場合に、こういう誤解やイメージに基づく議論をするのは非常に危ないと思っていますし、元総理である安倍総理がこのようなことを言われたことについては、私は非常に残念に思っています。私はは時間ががかかってもです、ね、将来的には各保有国が 先制不使用や唯一の目的、ソウルパーパスといった議論を始められる環境づくりをすることが日本の役割だと思います。核軍縮は総理が言われているように、数を減らす、役割を減らす、意義を減らすです。先制不使用やソウルパーパスが宣言できるように、例えば生物兵器、化学兵器に対する禁止条約の有効性を上げていくとか、チェックをする仕組みを国際社会で作っていくとか、 バイデン大統領はかねてよりソウルパーパスをアメリカで採用したいと言われてきた大統領です。本来なら今の時期に NPR、アメリカの核戦略について報告があるはずですが、ロシアのこの問題が起こっているので遅れてるんだと思います、なかなかアメリカも今は言えないと思いますが、しかしながら、これ、すごく分かれ目になっています。核保有国をがソウルパーパスだとか、先制不使用で核軍縮に向かっての一歩を踏み出すのか。 核共有みたいな非常に危なっかしい議論で、それぞれの各国が、日本だけじゃないですよ。アジアの国も含めて核拡散の方向に行くのか、これ人類がある意味で言うと、岐路に立っていると私は思います。その中で、日本の役割は、当然、核軍縮の方に究極的に目標がある。私は岸田総理が今、総理でよかったと思いますよ。広島の総理だから。核についてもお詳しいから。 だからこそ、アメリカと日本で、残念ながらこれも安倍元総理ですけど、オバマ時代に、先制不使用を言いたいと言ったときに、日本が止めたという話もこれも出てきています。今のウクライナの状況ですぐに言えるとは思わないけれども、核よくは先制不使用やソウルパーパスが言えるような環境を日本が作っていく、そしてバイデン大統領のときにやる、だってやりたいと言っていた大統領なんだから、そういったことについて、岸田総理、 ぜひ、それこそ NPT 検討会議に向けてです、ね、ご検討いただかなければいけないと思いますが、ご検討いただけませんでしょうか岸田内閣総理大臣。まず,まずは、この足元、我が国の国民の命や暮らしを守るために、現実的に対応していくということと、将来に向けて核兵器のない世界を目指すと。 いう大きな目標を掲げること、これは決して矛盾するものではないと信じています。えー、そして、この方向性としては、えー、このまあ委員御指摘のように、私も従来から3つの提言ということで、核兵器の数と核、核兵器の、えー、と役割と、核兵器の意義、この3つを下げていくことが重要だということを申し上げています。まあ、現実的には もう最近はちょっと議論を忘れられてしまった感もありますが、えー、CTPT ですとか FMCT ですとか、これまでも世界がさまざまな努力を続けてきた、まあ、こうしたさまざまな枠組み、これを再びこの動かしていくことによって、まあ、将来的には核兵器禁止条約といった大きな法的な枠組みにつなげていく、まあ、こうしたロードマップを ししっかり示しながら努力を続けていいくこととは重要であると思いますそのためにも、まずは我が国の同盟国である、世界最大の核保有国である、アメリカとのこの信頼関係をしっかりこの作り、そして大きな核兵器のない世界にという目標に向けて、努力をしていく。 こうした関係を作っていくことが大事だということで、先日のテレビ会議においても、この問題を取り上げて、バイデン大統領とともに、こうした大きな目標を共有することを確認をした、こういったことでありました長。